自分の思い通りになんて走れるわけがないし、そんなことしたら危ないし、安全に走るためにはやっぱりある程度こういろんな時勢を聞かせながら安全運転に徹するしかないわけなんですけど、私が言いたいのはその二輪も四輪も結局遅い車で全然パワーがなくても別に不快とか不便とかそういうことではないんですよね。逆にパワーがあってスピードが出て気持ちがよく本当は走りたい自動車であろうとオートバイであろうと結局そんなこと行動でできないんで、つまりフラストレーションが溜まってしまうんじゃないかなと私は思うわけなんです。ちょっと今日はそんなことをお話ししたかったわけです。550cc の前は 360cc だったわけなんですけど、 360cc の軽自動車って出た時は車検もないし、そういう開発の黎明期に出てたわけで、途中からまあ車検制度は適用されちゃいましたけど、でもなんていうんですかね、馬力競争とかそういうことまであったんですよ。各メーカーが競って馬力を争うようになったりして、そうやってなってくると面白いんですよね。で、私過去に昭和44年の N360 ホンダのバモスホンダですけど、それと同じくホンダのステップバンですね、そういう 360cc2 台乗りましたけど、バモスの方はノーマルで空冷2気筒ですね。ステップバンの方は、まあ、同じく2気筒ですけど水冷になって、でそれは FCR キャブが2連でついてたんですよ。36倍かな、 360cc の2気筒で1気筒あたりで36倍のキャブがついてるって結構な大きさのビッグキャブですよね。でそれがついてたからっていうのもあるんですけど、これはものすごい速かったです。速かったってたかが知れてるんですけど、通勤で使ってましたが、たまたま行く時に会社の人が後ろについて、その人は何乗ってたんだろう、スバルの比較的新しい車に、現代の車に乗ってたんですが、その人がコメントとしては2速あたりの加速がすごい速いですよねって言ってたんで、まあ、本当にそうだと思うんです。なので 360cc っていう軽自動車はとても速かったんですね。30馬力超えの車も結構ありましたし、だけど550になってからはちょうど排気ガス規制とかそういうことが始まってしまいまして、排気ガス規制をクリアさせるために例えば馬力を落とすことになっちゃったりとか、そういうことの割を受けてしまって、ちょうど分が悪いっていうか、走らないし燃費も悪いっていう時代の不遇の時代だったのが 500cc だと思います。 500cc も後半になってから一旦100馬力近いアルトワークスが初代のですね出たりとか、そういういい時代になってきたっていうこともあるんですけど、私が乗ってるこのフロンテはちょうどその不遇の時代のフロンテなので、決して速くないし燃費もいいわけじゃないし、だけど乗っててやっぱり楽しいのは変わらないので、確か31馬力とかだったと思うんですけど、本当にこの楽しいですよ。十分私はこの車乗ってて楽しいと思えるので、また友達が私運転するのを外で見かけたことがあるらしいんですけど、それも楽しそうに運転してたって私のことを見ててくれたんで、そんなこともあって楽しく運転させていただいております。